深夜の25渡辺です。深夜の25の森久保です。はい、今回も前回に引き続き森久保くんに赤パーカーを着て参加していただきます。はいはい、よろしくお願いします。かっこいいなこれそんなさっきまで結構欲しいってねコメントいっぱい入ってるんじゃないですか今日のテーマはメール術です。メール術、メール術。今だと Facebook メッセンジャーとか LINE とか Slack とかさ、そういうチャットツール、そういう、まあ、デジタルコミュニケーションというか、うん、ここにやっぱ仕事ができる人できない人の差が出ますから。そうですね、本当に。なので我々ね、あの深夜の25でいつも取材をしているような各業界のトップランナーの方にそれぞれのメール術、こだわりっていうのを聞きました。はい、聞いたのは大きく2つで、そのさっき言ったメールするときにどんなことを意識してますかっていう話と、実際に自分がそのメールをもらう立場になったときにどんな人が仕事ができると思いますかっていう、逆にかなり共通してるとは思うんだけど。そうですね、この2点を聞いてます。はい、やっぱいろんな人に聞いてますけど、鉄板中の鉄板は即レス。あ、これちょっと耳が痛い話ですね。これでもみんな言ってるね。そうですね、もうみんな言い過ぎてるぐらい言ってる。本当に大事なんですね。でも俺らがさ、こういうさインフルエンサーの方とかにさやり取りする時もさ、みんな即レスじゃん。めっちゃくちゃ早いですね。本当に本当に早いです。堀江さんとか原稿確認とかもう見てんのかっていうぐらいのマジで 2,3 分で帰ってくるね。そうですね、うん、僕箕輪さんとか田畑さん本当衝撃でしたね。脚色なしで5秒とか、そうそうそう、急にもうポンみたいな。そう、もう本当にそうそうそう、めっちゃ早い。どんどんお願いしたくなるよね、そういう人に。そうです。ハーチューさんが言ってるのは、返事が早い人っていう印象がつくと誰かのところで断られた仕事とかが回ってきたりとかするって言っていて、はい、確かに俺らもすげえ思うのはさ、やばいこれ急遽誰かにちょっとお願いしなきゃっていう時にもうレスが遅い人にはもう時間的にも間に合わないから連絡しないじゃん。確かに。だからレスが早いっていうのは仕事増えるんだよね。ありますね、絶対。そうでしょ、ある、めちゃくちゃあると思います。あとさ、芸能事務所さんとかもやっぱりレスがすごく、そのマネージャーさんが早いとさ、信頼関係が出来上がる。できますね、それだけで。だからあのね、芸能関係の方もし見てらっしゃったらマネージャーさんね、本当レス早くしたら仕事増えますから間違いないめちゃくちゃなんか上からなってますけど。いやいや、上からっていうか、でもそうだと思うんだよね間違いないと思います。やっぱり何かあった時に誰かいないかって時に絶対にお声がかかると思う。ありますね。自分たちが仕事を頼む立場になってもよく分かった、うん、これがこの大事さ。絶対あります、うん、あとは田畑慎太郎さんが自分の YouTube でね話していた話ですごい納得したのは、はい、タスク管理の一番の奥義っていうのは3分以内にできることは絶対にその場でやるっていう。これは本当に、うん、要はさ、3分以内にできることをタスク管理ツールに入れたりとか後で思い出すっていうコストの方がもうよっぽど手間になっちゃうんで。そうですね。そう、しかも自分の中でさ、あ、なんか返さなきゃいけないメールあるなとか思ってることがもうその脳の負債になってくるんで、そう、そわそわしちゃうんですよ。そう、即レスっていうのはタスク管理っていう意味でも重要っていう、うんうん、ちなみにね、注意点、これはニュースピックスの前編集長、今は執行役員かな、金泉さんがおっしゃってたのは、はい、酔ってる時は若干注意しようあのやっぱり意思決定のさ精度が落ちてるんで、はい、そうですね、ちょっと安受け合いとかしちゃうんで、はいはい、夜中の酔ってる時だけは即リプライに注意しましょうっていうのは言ってましたね。皆さんそこだけは注意してください。あとはね、この即レスにも関係してくるんだけど、はい、やっぱ丁寧にやりすぎないっていう哲学を持ってる人も多くて。なるほど。そう、井上さんは短文でさ、敬語も使わないっていう。そうですね、ちょっと極端、単語ですよね、単語、結構単語が多い。そうで、やっぱ贅肉が増えるとコミュニケーションがよどむって言っていて、はいはい、これはね、同じことを J リーグの栃木 SC のマーケティング戦略部長の江戸美穂さんっていう方も、はい、江戸美穂さんおっしゃってて、日本人は丁寧であればあるほどいいっていうふうに思いがちなんだけど、うん、はい、例えばね、お願いします、こちらこそお願いします、いえいえこちらこそみたいなさもうこれの応酬になると、はい、やっぱ相手に負担かかっちゃう。そうですね。そうで、俺が思ったのは、美穂さんのコミュニケーションっていうのはすごく端的でライトで、それによりその作り出してる空気っていうのが相手にもじゃあ自分も軽い返信でいいんだって思わせてくれるわけよ。そうですね。そうそう、それありますね。相手のためでもあるんだよね。結構なんか箕輪さんでもすごい方ですけど、うん、こっちもまあ楽じゃないですけど、うん、もう端的に要件だけを伝えようみたいな気持ちになります。そうでしょ。だから簡単な返信でいいんだっていうふうに相手に思わせてあげるっていうためにも、はい、丁寧にしすぎない、かしこまりすぎない、うん、なるほど。やっぱさ、かしこまってさ、すごいバーって来たらさ、それに対してさ一言
で返すってなんか失礼に思えちゃうじゃん。確かに。そうそう、その気持ちはあります。そうさせない空気を作るっていうのがやっぱり仕事ができる人の特徴。なるほど。なのかなって、これは納得。発展編はさらにそこになんかエンタメ性とか自分のキャラクターも乗せられると最高みたいな。かなり難しい気がしますけど、相手にやっぱ読む価値がある文だと思わせるっていうのが発展編みたいで、作家の鈴木すずみさん、はい、彼女は作家ですからね、うん、っていうのもあるけど、エンタメ性とかさ、ひとしおの笑い、チャーミングさひとしおの笑いだからこういうのをね聞かせていってもいいんじゃないかっていうことも言っていて、はい、ユーコスもね、やっぱユーコスらしさを絶対入れるんだと。なるほど。絶対にブリッコする印象付けるっていうふうに言っていて、はい、これでもね私ちょっと得意なんですよ。あ、そうなんですね、うん、あでも結構僕まさきさんの文章見て思いますね、うん、ふざけてるじゃないですけどラフ。そうだね。だ37歳子持ちのブリッコですちょっと需要があるのかどうか。そうそう、でもなんかさ、こうやっぱりノリを作って相手を巻き込んだりとか、はい、ちょっと交渉ごとの時も、はい、そのノリで押し切ったりとかっていうのもあるから、はい、もちろんベースとして即レス、うん、端的っていうのをやりながら、さらにちょっと自分らしさっていうのをそこに混ぜていくと、よりこう温度感のあるコミュニケーションになるんじゃないかなっていうのを、これは学びました。めちゃくちゃ勉強になります。自分がメールをもらうときにね、うん、どういうメールをもらうとこの人仕事できるなって思うかっていう話もいくつか聞いていて、うん、はい、まず箕輪さんね、はい、箕輪さんが言っているのは QA 方式とか、こちらが答えやすいフォーマットで聞いてくれるっていうのがあるっていう、はい、だらだら書いてるけど何を答えればいいのかなとかがちょっと迷ってしまうケースあると思うんですけど、ありますね、そういうのがなくて、はい、一問一答じゃないけど、うん、これはどうですか、これはどうですかっていうふうに、こちらがもう何を答えればいいか明確なフォーマットで聞いてくるとかね、はいはいはい、でユーコスも近いことを言っていて、はい、こちら側をうまいことコントロールしてくれてるぐらいがいいんだと。なというと、なんかあんまりこう自由度が高い返信を求めすぎずに、はい、もうこれくださいっていうふうに限定してあげるぐらいの方がやっぱり楽だっていうのは。それはありますね、うん、自由度の高いぼんやりした依頼だとこっちも選択肢がちょっとありすぎて、そう考えるのがちょっと面倒だったり、そうそうそう、負担がかかるんで。で、まあ、最後一番それをね分かりやすく話してくれてたのがハーチュンさんで、はい、例えば仕事の依頼の時とかに条件とか、まあ、謝礼とか拘束時間とか、はい、そういうさ仕事を受けるにあたって必要な条件がちゃんと全部書いてある、うん、メールをくれるとか、うん、とにかくそのハーチュンさんに質問の手間とかをかけさせないというかさ、なるほど、往復の回数を減らすための配慮なわけで、はい、これがだからさ端的にやるところとのバランスが難しいなとは確かに思うんだよね、はい、そう思うけど無駄な長文ではないんで、これに関してはそうです、必要なことをちゃんと漏れなく書くと、うんうん、メール全体のやり取りを簡潔にさせるために、そうそう最初まあ網羅的にというか書くっていう、そうそうそう、あとこれね多分皆さんよくあると思うんですけど、うん、日程調整とかするときにさ、はい、例えばインタビューの希望場所はどうしましょうか、渋谷でお願いします、はい、渋谷ですか、場所はどんなものがご希望でしょうかこちらで手配しましょうか、うん、じゃあお願いしますみたいな、そんなのありますみたいな、時間とかもさ、うん、希望の日程いただけますかって言っちゃうんだけど、でもこれって結構向こうに負担なんだよね、はいはいはい、いちいちスケジュール見て確認して、そうそう送らなきゃいけないっていう、そうどれだけ上げればいいんだろうとかさ、確かに、でもここちょっと予定入っちゃうかもしれないなとか思いながらさ、ありますね、どこをまずピックアップして提示するかも大変なわけよ、大変です、こういうのって意外とやっちゃうでしょ、やっちゃいますね、結構それを配慮だと思って、そう向こうにちょっと決めさせようみたいな、決めてもらおうみたいな、負担大きいよ、なるほど、意思決定のコスト大きいから絶対それちょっと目から鱗というか、うんうん、これやりがちでしょ、やりがちですね、さっきの端的なコミュニケーションができる空気を作るもそうだし、はい、とにかく相手の負担をいかに減らしてあげるかっていうことに尽きると思うんだよね、まあ、これなんかはできてなかったなと思う人もいるんじゃないかなと、ということで、まあ、これまとめると、はい、さっきもずっと言ってましたけど、結局は相手のことをどこまで考えられてるかっていうのそこに尽きます、ね、尽きるなので、皆さんビジネス賢人たちのメール術、ぜひね少しでも学んだことを明日から生かしていただけるといいのかなと思います。はい、CR25 の YouTube チャンネルでは10分で学べて仕事や人生の活力になるようなインタビュー動画をお届けしています。今は情報が簡単に手に入る時代だからこそ、実際に行動できる人が強いと思ってます。行動すれば自分の可能性に気づいて視野が広がったり、失敗も必ず次につながる資産になります。 CR25 はそういう思いで皆さんが一歩を踏み出すきっかけを提供したいと思っておりますので、自分の仕事や人生もっと楽しみたいという方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。